この章では第4章までにご紹介した制度以外、その他の両立支援制度について説明いたします。この制度には親族死亡の場合の特別休暇、父母の追悼のための特別休暇、退院が結婚する場合の特別休暇、総合的な健康審査を受けるための特別休暇、配偶者同行休業、代替要員制度、テレワーク、全員が利用可能なフレックスタイム制など全8項目の制度をご紹介しますので、必要に応じてご確認ください。親族死亡の場合の特別休暇は、退院の親族が死亡した場合に葬儀、服喪、その他の必要と認められる行事などのために取得できる特別休暇です。請求可能な日数、条件はこちらです。亡くなられたご親族との関係性によって定められた日数が異なりますので、ご確認ください。また葬儀のため遠隔の地に赴く場合は、実際に必要とする往復日数を加えることが可能です。父母の追悼のための特別休暇は、退院が父母追悼のための特別な行事に取得できる特別休暇です。この休暇はご父母の命日に営む法要など一日の範囲内に行われる行事が該当します。退院が結婚する場合の特別休暇は、結婚式や新婚旅行だけではなく、婚姻届の提出や新居の準備などのために取得できる特別休暇です。特別休暇は連続する5日の範囲内で取得できます。結婚はこれからの人生を共に歩むパートナーとの大切なイベントです。できる限り制度を活用して幸せな結婚生活をスタートさせましょう。総合的な健康審査を受けるための特別休暇は、人間ドックを受診する際に取得できる特別休暇です。基本的には1日の範囲内で取得できますが、日をまたぐ場合は2日取得できます。病気の予防や健康保持も自身の業務の一環だと思い、しっかりと健康管理をしましょう。配偶者同行休業とは、配偶者が外国での勤務などにより海外に居住する場合に、退院が休業して海外で生活を共にするための休業制度です。取得可能な条件は、対象となる配偶者が外国に滞在する理由としてこれら3つのいずれかに当てはまり、継続して6ヶ月以上海外で生活することが見込まれる場合です。期間は3年を超えない範囲内に限ります。代替要員制度とは、育児休業や配偶者同行休業を取得している隊員の業務を休業期間中代わりに処理するため、代替要員を採用する制度です。任期付き自衛官制度と任期付き採用および臨時的任用制度があります。任期付き自衛官制度は、育児休業や配偶者同行休業を取得する自衛官の業務を処理するために、その代替要員として最大3年の任期を定めて、元自衛官や予備自衛官を採用する制度です。自衛官として働いていた頃の同期にこの任期付きの制度があるということを教えてもらっていまして、で、私はパート勤務をしていたんですけれども、子供がちょっと大きくなったので仕事 の、 時間を伸ばそうと思っていた時に、船越基地 の、 募集を見つけたのがきっかけ で、 で応募することになりました。自衛官としての経験を生かすことができて、育休中の方の代わりとして必要とされ役立てる制度なので、もし迷っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、一歩勇気を持って踏み出していただければと思います。
任期付き自衛官と一緒に勤務している部隊の上司や同僚からも話を聞いてみましょう。任期付き自衛官の応募資格はこちらをご確認ください。申し込み方法や採用までの流れは海上自衛隊のホームページ、各総監部ホームページをご覧ください。任期付き採用及び臨時的任用制度は、育児休業や配偶者同行休業を請求した隊員の業務を配置替えなどの方法を行っても部内で処理することが困難な場合に、部外から任期付き採用あるいは臨時的任用を行う制度です。任期付き採用とは、任期の限度を休業する隊員の請求期間と同じ期間に設定する制度です。臨時的任用とは、自衛官以外の隊員の代替要員に利用できます。こちらも任期の限度を休業する隊員の請求期間と同じ期間に設定する制度ですが、任期は最長でも1年です。テレワークは ICT と呼ばれる情報通信技術を活用して、勤務場所から離れ自宅などで勤務することができる柔軟な働き方の一つです。海上自衛隊では育児や介護、その他の事情により通勤時間に制約のある隊員に対して、テレワークの活用によりその負担の軽減および仕事と生活の両立を目指しています。対象隊員と対象業務はこちらです。実施単位は1日単位または時間単位で分かれております。手続き等はこちらの通りです。フレックスタイム制は1週間から4週間ごとの期間につき、その期間内の合計の勤務時間を変えずに隊員の申告を考慮した柔軟な勤務時間の割り振りを可能とする制度です。ここでは一般隊員が利用可能なフレックスタイム制についてご説明します。コアタイムとは、勤務時間を割り振らなければならない時間帯のことです。一般の隊員の場合、月曜日から金曜日までの9時から16時のうち1日に2時間の連続する時間を職場である部隊が設定します。フレキシブルタイムとは、始業時刻および就業時刻を設定できる時間帯のことです。フレキシブルタイムは月曜日から金曜日までの7時から22時までの間で設定できます。入学して間もない頃は通常の勤務終了後、かなり急いで退庁したとしても通学時間を含めると学校到着が授業開始時間ギリギリとなってしまい、慌ただしさを感じていました。少しでも早く学校に向かうために何か良い方法はないかと考え、勧められていたフレックスタイム制の利用を決めました。スクーリング日の勤務時間を8時から16時45分に変更したことで、授業開始時間の30分以上前に到着が可能となり、時間に余裕を持って授業に参加できました。時間に余裕ができたことで、以前は取ることができなかった夕食の時間や授業の予習、復習の時間を確保でき、落ち着いた気持ちで授業に参加できるようになりました。
通勤時間が片道2時間であり、通勤ラッシュの回避ができないか、また平日の夕方に趣味の時間を作りたいと考え、フレキシブルタイム制を利用しています。通勤ラッシュが回避できたことはもちろんですが、早朝の静かな環境で集中して仕事ができています。またフレキシブルタイム制を利用する前は、就業後は家に帰って寝るだけだった生活も、朝方に勤務形態をシフトすることで余暇を趣味の時間に充てることができて、私生活の充実にもつながっています。手続きはこちらの通りです。ここまでその他の両立支援制度について説明しました。今は私たち自身が仕事と自分のライフスタイルや人生設計に合わせた働き方を見つける時代です。個人のワークライフバランスを見直し、これらの制度を取り入れながら誇りある仕事を進めることで、大きな充実感を得ることにつながるのではないでしょうか。